はい、それではふーちゃんちょっと病院に連れて行きたいと思います。晴れてきてるね。ツンツンしてきてる。はい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 、嫌 やな。なんかね、もう前にね、まだひなの時に片目をやたらつぶるようになって一回行ったんですけど、その時にちょっとこの子鼻のトラブルがあるねって言われてて、でそれ治ったんでね、もうなんか忘れてたんですけど、なんかどうやらこのくちばしの周りが剥げてるというよりも、このくちばしのところにあるこの鼻の穴、鼻の穴のトラブルじゃないかって言われましたね。だからちょっとなんかビタミンの飲むやつとかもらってきたんですけど、一応カビの検査みたいなのもされましたね。換気ではないですって言われました。まあ、元気があるんで、そこまで、ね、見た目はちょっと腫れちゃってますけど、そんなに心配はしてないんですけどね。あ、文ちゃん、文ちゃんはな、文ちゃんはほんまにね、飼った時はそのいっぱいヒナがね、こう箱の中にピーピーいたんですけど、その中でもちっちゃいやつ、飛び切りちっちゃいやつ飼ったような、文ちゃんはほんまに病院知らずでね、元気なんですけど、ふーちゃんなんか体でかいけど、ちょいちょいあれやなちょいちょい病院世話なるな。そういうのも個性ですね。はい、ぶんちゃん、なんか持ってきたんですよね、それあげんといろいろ。